甲府市ってところの、はいはいはい、そのまあもうちょっと行ったね南アルプス市ってとこでのお祭り、めっちゃでっかいとこで ねえ、めっちゃでっかいとこ、楽しかったね。あれはあれがヤサシーズ、うん、フルーツポンチさん、俺ら、うん、レンゲさんと小畑のお兄さんで、うん、でもそのレンゲさんっていうあのバルーン芸人の方がいるんですけど、ちょっともうすごいレベルまで今もう達してて、ほんとすごかったよな。すごいよそれは。あのもう何ていうんですか、もうバルーンアート、俺聞いたんですよ、あのレンゲさんに。まあ結構もうバルーンで、その芸人が最近ここ10年でバルーンアートをやりだすようになって、そっからもうもともとバルーンやってた人たちがもう黒船襲来みたいな感じで、もう今まではバルーンを作って可愛いのを作って子供にあげるだけだったんですけど、レンゲさんとかはもうバットみたいなバルーン作って、これバットですね、いや違いますって裏返して森伊蔵ですみたいな、ガチのねでっかいやつ作ってるよね。そうそう、作ってそれでなんか子供プラス大人も笑えるみたいなのがかなり革命的なんですよ、バルーンアートで、うん、で、もうそれで黒船みたいに襲来してきて、ちょっとそこが仲悪くなってるんですよ。あ、もと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 バルーンを生業にしてた、だって言ったらレンゲさんとかはその方たちに教わってってことですよ、うん、そうそうそう、教わってやってたけど、もうそのオリジナリティがすごいから、うん、いや、すごすぎた、あれすごくて、うん、でも俺らとかもネタやったんですけど、その後もうレンゲさん出てきて、もうそのでっかいバルーンはもう子供たちがもうはいはいはいみたいな、ねえ、もうすごかったね、すごい、もうセリみたいな、そのでっかいやつ欲しい欲しいみたいな、欲しい人を釣って、うん、